こんにちは、速稼塾の久保です。今日はですね、アイスクリームをちょっと通販で買ってみたんですよ。で、ヤフーショッピングで、バニラが私好きなんですけどもね、どうもアイスクリームっていろんなランクがあって、体にいいアイスクリーム、悪いアイスクリーム、なんか様々あるらしいんですよ。その中で、体にね、最も良いとされているのが、ハーゲンダッツだそうなんですよね。ハーゲンダッツがなんでね、体にいいのかってことはちょっとここでは割愛しますけども、中の成分によるらしいんですよ。で、高いだけあるなと思いまして、私ハーゲンダッツをね、検索して買ってみたんですけども、今回はね、業務用の2リットルを4つセットでゴーンと頼んでみたんですよね。味はなんかこう4種類ほどありますんで、バニラとかね、抹茶とか、4種類ありますんで、これをね、楽しんで行こうかと思います。早速今郵便で届いたんで、開けてみるわけですけども、すごくね、重かったですね。ずしっときて、さすが2リットルだなと思いました。今日ね、また早速食べてみようかと思うんですけども、この夏を乗り切るのに、2リットルが4つセット、要するに8リットルはもう十分な量だと思うんですよね。あんまり食べ過ぎると太っちゃうかもしれませんけども、やっぱりどうせならね、大好きなアイスクリーム、美味しくて体に悪くないものをね、取ってみたいなと思いまして、今回買ってみました。まあね、これすごいですね。ハーゲンダッツが家庭で食べれる時代といいますか、非常に楽しみな夏休みになりそうです。7月の28日になりましたけどね、8月目いっぱい、まだまだ暑くなると思いますんでね、このハーゲンダッツのアイスクリームをこの夏はしっかりと堪能させていただこうかなといったことでございます。それではありがとうございました。